はいどうもこんにちはこんばんはシフです。今回は PS5 のブロードキャストで YouTube ライブ配信をする方法を解説します。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。それではまず最初に作業の流れを確認していきますが、 YouTube チャンネルの作成とアカウントの確認をする、配信に必要な機材の準備をする、 PS5 と YouTube チャンネルを連携させる、ブロードキャストの各種設定を行う、ブロードキャストを行うという流れで作業を行っていきたいと思います。一部作業が長くなってしまいそうなところは別の動画を確認してもらう必要があるので、あらかじめご了承ください。ちなみにブロードキャストを行う時の注意点を言っておきますと、 PS5 で YouTube のような他のサービスと連携する場合、 PSN アカウントが18歳以上でないと連携することができなくなっています。つまり18歳未満の PSN アカウントを使用している場合はブロードキャストを行うことができないので注意してください。実際に18歳未満のアカウントでブロードキャストを行おうとすると、あなたのアカウントではブロードキャストできませんと表示されてしまい、ブロードキャストを行うことができないので注意してください。なので対処法としては、18歳以上になるまで待つか、18歳以上のサブアカウントを作成するか、 PS5 でブロードキャストするのは諦めてキャプチャーボードと PC を使って配信するという方法しかないので注意してください。説明欄に参考になる動画リンクを記載しておきますので、 PSN アカウントが18歳未満になっている人はチェックしてみてください。まず最初に YouTube チャンネルの作成とアカウントの確認をするということですが、この2つがまだできていないと YouTube でライブ配信を行うことができないので注意が必要です。またアカウントの確認まで済ませたとしても、24時間程度は待たないと生配信をすることができなくなっているので、まだやっていないのであれば今すぐ行うようにしてください。YouTube チャンネルの作成方法とアカウントの確認方法に関しては別の動画でやり方を解説しているので、説明欄に記載している動画リンクからチェックしてみてください。 YouTube チャンネルの作成とアカウントの確認まで終わったら、配信に必要な機材の準備を行っていきましょう。ブロードキャストで配信するときに必要な機材についてですが、テレビもしくはモニター、PS5 本体、PS5 のコントローラー、配信したい PS5 のゲームソフト、自分の声を入れたいならマイク、顔出ししたいなら PS5 対応の HD カメラ、高速なネット回線、これらのものが必要になってくるので事前に準備するようにしてください。ちなみにマイクについてですが、コントローラーにマイクが内蔵されているので特にこだわりがないのであれば新しくマイクを購入する必要はありません。しかし実際に収録された音声を聞くと音質が悪いですし、コントローラーと口の距離を一定に保つことが難しく、自分の声が途切れて収録されてしまうこともあるので、個人的にはマイクを別で購入したり、ヘッドホンと一緒になったヘッドセットを購入して使用することを推奨しています。ちなみにマイクやヘッドセットの接続方法やボイスチャットのやり方も解説した動画を投稿しているので、これらの情報が気になる人は説明欄の動画リンクをチェックしてみてください。HD カメラについては自分は顔出しを行っていないということと、実際の機材を持っていないということもあるので、今回は解説を省きたいと思います。実際に使用する人は他の人の動画やブログ記事などを確認してカメラの設定を行うようにしてください。最後に高速なネット回線についてですが、ブロードキャストを行うのであればアップロード速度が 15Mbps くらいはないと安定した配信を行うことが難しくなっています。これよりもアップロード速度が低いと配信の映像がカクついてしまったり止まってしまったりするので、事前にネット回線速度を確認するようにしてください。 PS5 でネット回線速度を確認する方法を解説しておくと、ホーム画面の画面右上にある歯車マークの設定を選択し、ネットワークを選択します。次に接続状況の項目の中にあるインターネット接続を診断を選択してください。するとネット回線速度を診断してくれるので、通信速度アップロードという項目が 15Mbps 以上になっていることを確認してください。もしも 15Mbps 以下になっている場合はネット回線速度の契約情報を確認し、契約している回線速度よりも明らかに低い速度が出ている場合はルーターの再起動を行ったり、ネット回線業者に相談して改善するようにしてください。ちなみにインターネット接続すらできていない人もいるかもしれませんが、そのような人は説明欄にインターネットの接続方法を解説した動画リンクを記載しておくのでチェックしてみてください。次に PS5 と YouTube チャンネルを連携させていきます。ホーム画面の右上にある歯車マークの設定を選択してください。次にユーザーとアカウントを選択します。次に他のサービスとリンクの項目の中にある YouTube を選択してください。
すると YouTube とリンクできる画面が表示されるので、アカウントをリンクを選択してください。するとこのようなブラウザの画面が表示されるので、自分が使用している YouTube チャンネルのメールアドレスまたは電話番号を入力して次へを選択してください。次に自分が使用している YouTube チャンネルのパスワードを入力して次へを選択してください。すると2段階認証プロセスという画面が表示され、先ほど入力したメールアドレス宛てに確認メールが届きます。実際にメールの受信箱を確認するとこのような確認メールが届いているので、はい私ですを選択してください。すると PS5 側の画面が切り替わり、どの YouTube チャンネルと連携するのか選択する画面が表示されるので、ブロードキャストを行いたい YouTube チャンネルを選択してください。するとこのような確認画面が表示されるので、内容を確認して問題ないのであれば許可を選択してください。無事にアカウントとリンクできるとこのような画面が表示されるので、確定を選択して元の画面に戻りましょう。次にブロードキャストの各種設定を行っていきます。まずはホーム画面の右上にある歯車マークの設定を選択してください。次にキャプチャーとブロードキャストを選択します。次にブロードキャストの項目の中にあるビデオ品質を 1920×1080×60fps に設定してください。次に音声を選択すると、ブロードキャストを行うときにボイスチャットの音声を含めるのか設定できるようになっているので、フレンドとのボイスチャット音声も入れたいのであればオンに設定してください。次に一つ前の画面に戻ってオーバーレイを選択するとこのような設定画面が表示されますが、まずはチャットを表示から解説すると、ブロードキャスト中に視聴者さんからのチャットがあった場合にゲーム画面内にそのチャットを表示するのかしないのかという設定になります。どのように表示されるのか、実際にブロードキャスト中の画面を確認してみると、現在の設定では画面右下にチャットが表示されるようになっています。一定時間表示されると消えていきますが、ゲーム画面の一部を隠してしまうことになるので、それが嫌な人はオフに設定しておくのがおすすめです。ちなみにオーバーレイの位置という設定を変更するとチャットが表示される位置を変更することができるので、チャットを入れたいのであれば邪魔にならない場所に設定しておくのがおすすめです。次にアクティビティを表示についてですが、これは新しい視聴者がいると表示しますということらしいのですが、いまいち意味がわからないですよね。わかりやすく言うならば、こちらのように今の配信を何人が見ているのかが表示されるようになっています。必要であれば設定をオンにしてみてください。次に一つ前の画面に戻ってチャット読み上げを選択すると、ブロードキャスト中に視聴者さんからのチャットコメントが来た時にその音声を読み上げるのか読み上げないのか設定できるようになっています。チャットコメントを読み上げてほしい場合はオンに設定するようにしてください。あとチャットを読み上げる速さや音程、音量なども調整できるので好きなように設定してみてください。これで設定は以上になるので、次はブロードキャストを実際に行っていきましょう。それでは実際にブロードキャストを行っていこうと思いますが、配信したいゲームを起動することができたら、コントローラーの左上にあるクリエイトボタンを1回押してください。するとこのような画面が表示されるので、ブロードキャストを選択してください。初めてブロードキャストを行う場合はプライバシー情報という画面が表示されるので、内容を確認できたら OK を選択しましょう。するとどこでブロードキャストを行うのか選択する画面が表示されるので、 YouTube を選択してください。次にこのような画面が表示されますが、タイトルには配信のタイトルを入力し、説明にはこの配信の内容について入力してみてください。今回はテスト配信を行うので、テスト配信とだけ入力して進めていきます。次にタグについてですが、今回はテスト配信を行うので空欄のまま進めていこうと思います。ちなみにタグの役割としては、配信に関連するキーワードやスペルを間違えられやすいキーワードを入力しておくことで、検索などから自分のライブ配信が見つけてもらいやすくなる機能となっています。ただタイトルや説明欄と比べるとその効果は低く、重要度も低い設定になるので、それを理解した上で必要だなと思う人だけ入力するようにしてください。次にプライバシーについてですが、ここはブロードキャストを公開、限定公開、非公開のどの公開設定で行うのか設定できるようになっています。ただ限定公開や非公開に設定すると、実際にテスト配信の様子を確認するのが面倒なことになってしまうので、今回は公開に設定してやっていきます。次に横3点マークを選択してブロードキャストオプションを選択すると、今まで設定してきたブロードキャストに関する設定を確認できるようになっています。
一度自分がブロードキャストをやってみた時に設定を変更したはずなのに設定が変わっていないことがあったので、必ず設定内容が合っているのか確認するようにしてください。ここまで設定できたらブロードキャストを開始を選択しましょう。しばらく待つとブロードキャストが開始され、画面右上にもメッセージが表示されます。あとは実際にゲームをプレイしながらスマホやタブレット、PC などで実際の配信画面を確認してみてください。ちなみにブロードキャストの配信は実際の操作画面と比べて約8秒ほどの遅延があるので、そちらも考慮して確認するようにしてください。ちなみにコントローラーのクリエイトボタンを1回押してブロードキャストを選択するとブロードキャストを終了というのがあるので、配信を終わりたい場合はこちらを選択してください。あとブロードキャストの経過時間の部分を選択するとこのような画面が表示されますが、オーバーレイオプションを選択することでチャットやアクティビティの表示、位置などの調整を行えるようになっているので覚えておいてください。ブロードキャストする時のサムネイルについて解説しておきたいと思いますが、スマホや PC で配信を確認してみると、その時のゲーム映像やチャンネルアートで使用している画像が自動的にサムネイルに設定されてしまいます。なので自分で作成したサムネイルに変更したいという人も多いのではないでしょうか。結論から言ってしまうと、 PS5 からサムネイルを変更することができないので、 PC、スマホ、タブレットから変更する必要があります。まずは PC でのサムネイルの変更方法について解説していきますが、スマホやタブレットで変更したい人も確認していってください。まずはブロードキャスト配信中に同じアカウントで YouTube にログインしたら、アイコン画像をクリックして YouTube スタジオをクリックします。次にコンテンツの項目の中にあるライブ配信タブをクリックし、今ブロードキャストしている動画にカーソルを合わせてペンマークの詳細をクリックしてください。次に表示された画面を下にスクロールするとサムネイルの欄があるので、サムネイルをアップロードするをクリックして、 PC 内に保存しているサムネイル画像を選択して設定してみてください。サムネイルを選択できたら右上にある保存をクリックしましょう。しばらくすると設定したサムネイルが表示されるので確認してみてください。次にスマホやタブレットからサムネイルを変更する方法についてですが、 Chrome というアプリを使用すれば iPhone や Android、タブレットでも同じやり方で設定できるので、まだインストールしていない人はインストールしてきてください。実際に Chrome をインストールして起動したら YouTube PC 版と検索し、一番上に表示されているログイン YouTube スタジオをタップしてください。次にこのような画面が表示されますが、スタジオに移動をタップしてください。するとこのような画面が表示されるので、閉じるをタップすると PC と同じ YouTube スタジオの画面を表示させることができるので、あとは PC でのやり方と同じように設定していってください。最後に配信禁止区間について解説していきますが、ゲームをプレイしているとこちらのように禁止区間に入ったためゲームプレイの録画を一時停止しましたと表示されるのを見たことがある人もいるのではないでしょうか。禁止区間というのはゲームのネタバレ防止や著作権保護のために各ゲームごとに設定されています。 PS5 でブロードキャストを行っている最中にこの禁止区間に入ってしまうと、視聴者側の配信画面にゲーム画面が表示されなくなり、音声も聞こえなくなるので覚えておいてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで PS5 の使い方や各種設定方法、録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。